皆さん、こんにちは。今回はですね、ロッテドラえもん風船ガムの検証といいますか、ドラえもん秘密カプセルの応募券が集まりましたので、ご報告させていただきたいと思います。こちらが応募券になっております。3点っていうのも1枚あるんですけどね。1点というのが12枚で、3点が1枚で15点となっておりますが、これは、この応募券は、外れの時もあるんですけど、この外れの時が結構多くてですね、それまでどれだけ僕がガムを買ったかっていう、ちょっと、指標をですね、皆さんにお伝えしたいと思うのですが、で、こちらのシールもですね、皆さん見たことあると思うんですけど、この、よく、タンスとかに貼って、なんか剥がれないでお母さんとかに怒られた記憶がある人もいるかと思うんですけど、こちらのシールもこのガムの中に1枚入ってるのですが、はい。これですね。これを僕が集めたんですよ。この15点集める過程で、一つ一つガム買っていって、それから引き抜いていったんですけど、その C の量がですね、15点に対して、こちらです。47枚あります。47、約まあ、50箱買って、まあ、15点、貯まるかな、みたいな感じですね。50分の15なので、10分の3ですかね、確率的に30%、ん？ 30%。まあ、そんな感じですかね。すいません。じゃあ、長くなりました。ご報告終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。